にちは、ともこです。今日は私のウィンバッグ、陣痛バッグ、ペペのバッグを紹介していきたいと思います。まず陣痛バッグ、私はここにこんな風に入れてみました。一応病院から指定されたものがメディケア、ブーパーカード、あとは検診票と妊娠過程の先生からもらった紙があるので、それとバースプラン、ペンを持ってきてくださいということで、全部書類一つにまとめてあります。あとはお産用パッド、マタニティパッドですね。分娩の時に着るお洋服、汚くなってもいいやつを、 T シャツとズボンとマタニティブラと三色ショーツと、お産が終わった後にすぐ着れるパジャマ、前開きのパジャマ用意しました。お産師さんとかにすぐに取って取り出してもらいやすいように、あんまり物はいっぱい入れないようにしてて、あと靴下ですね、靴下も入ってます。あとはクリームと、あとクリームとサニタイザー、あと温めるように一応カイロ入ってます。でここに陣痛が来たら充電器とカメラと、カメラの充電器と足そうと思ってます。この陣痛バッグです。ちょっと重いので持ち上げれないですけど、私の入院バッグですねを紹介します。次、下着セットとサニティパッド、授乳パッド、これサンプルと、あとお友達からもあまりもらったものと、ニップルクリームを、スキンケアグッズ、歯ブラシと、サンゴのお友達からもらった骨盤矯正ジェル、で他の骨盤ベルト、あとは足のむくみを取る靴下ですね。これが入ってます。これは私が帰るときに着る用のお洋服、これも一袋にまとめて入れてあります。これがパジャマですね。一応パジャマが病院のやつに 2,3 枚って書いてあったので、汚くなってもいいように一応4日分入れてあります。あとはスリッパ、私と彼のスリッパと、食べるか分かんないけど、お腹が減った時用にキクダインジェリーとこんにゃくで、あとグミ、グミとグミ、お菓子いっぱい、チョコレートで、あとは陣痛、多分言っても結構長いと思うんで、ウィザーなので痛みがない時にクッキーの生地だけも作ってあるので焼くだけにしてあって、それを食べようと思ってます。あとはチョコード、これがペットボトル用キットスタート、入院した時用にいろんな人のブログとか読んでて、あんまり動けないから、これをベッドの横にピッてつけて、そしたら充電とかあんまり動かなくていいって書いてあったので、これを一式持っていきます。これ飛行機の首にやるやつだけど、お尻痛かった時にこれに座ろうと思って、授乳クッション、一応ヘッドホン、これ充電しないといけないから、あとは化粧ポーチをポイッと入れて、なんかトイレットには持ってきてくださいって書いてあったので、多分初日はお風呂入れないから
ドライシャンプー。箱根旅行でもらったシャンプーセット。メイク落とし、必要だった。ゴム。リラックスできるように、そっとありますね。あとは、上品でもらった、いろいろですね。はい。こんなところですね。最後、ベベのお洋服。これが、タオルとラップ。なんか、結構、病院のホームページ見たら、結構な量を持ってこいって書いてあったから、スワードルとラップは、5、6枚、帰りの服でしょ。普通に着れるワンジーとかの、ベビーのアウトフィットが5、6枚。あと、帽子、靴下、手袋ですね。ボディースーツとワンジー。それが、スワドルとソックス。ワンジーと、あと、ビニ。写真をいっぱい撮りたいので、私の相棒さんたちを皆さん連れて行って、最近撮った動画で紹介、まあやってるところだけだけど、紹介したけど、帽子は編んだので、ライオン、これはただの私の趣味。可愛くない?で、トラさんは生まれ、トラ年生まれだから、トラ、あと、彼のお母さんがもトラ年で、トラ年が4人家族に行って4人目になるのね。ですごい喜んでたのでトラかぶせてみようと思って、これ明治神宮で買った鈴を中に入れてみたら、でもちょっとこの首のところがぷよぷよしてるからなんかちょっと固定しないといけないなと思ってるんだけど、もう一本忘れてました。これだ、ベベの爪やすりセット。まあ4日間しかいないからもしかしたら伸びないかもしれないけど、一応新生児はすごい爪が伸びるの早いっていうので、爪やすりのセットも軽いのでできます。これがベベのグッズかな。おむつとかは全部用意してもらえるので特に必要ないそうです。あとこれが私の後で足すグッズ、 GoPro カメラでしょ。もう一個普通のデジカメと GoPro の立てるやつ。なんか病院のポリシーでお産中は動画は撮っちゃいけないらしいんですけど、先生が多分タイムラプスなら OK だよって言ってくれたので、私は GoPro でタイムラプスを撮ろうと思ってます。で、あとは充電器でしょ。もう一個充電器でしょ。あと持ち物ではないですが、ラピッドテストの結果をスクショします。なんか YouTube で入院バッグとかをちょっと調べてて、何持ってたか分かんないから、日本とオーストラリア結構違うみたいで、あとは公立と私立も結構違うので、と皆さんの役に立つかは分かんないんですけど、一応私が持っていくものを今日は紹介してみました。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。